こんにちは、きみちゅりチャンネルのきみです今回は一夜漬けオツヨ危険物取扱者の第8講義目危険物の性質2になりますこの講義で一夜漬けシリーズに関しましては全て終わりになりますまだ試験まで余裕がある方はさるでもわかると耳で覚えるシリーズを見ていただければ合格率上がると思いますのでよかったらチャンネル登録をして他の動画も見てくださいではやっていきますではまず前回の続きアルコール類から アルコール類は炭素数1から3個の飽和一個アルコールでこの炭素数が増加すればするほど因果点だったり沸点これらが高くなります言い換えれば因果しにくい沸騰しにくいということにもなりますので厳性が低くなると炭素数1ほど危険で3ほど安全と思っていただければいいかと思いますで該当するものメタノールエタノールそしてプロパノールこれらになります そしてアルコール類に関しましてはメタノールが非常に重要になりますので今回はメタノールだけ絞って解説していきたいと思いますメタノールは無色の液体でアルコール臭があります引火点は常温以下で揮発性沸点に関しましては100度以下燃焼時の色は淡く認識しにくいので燃えてるか燃えてないかっていうのがですね判断しにくく危険かと思いますそして有毒ですので飲んだりしてしまうとめまいだったり失明の可能性があるようです 燃焼範囲がエタノールより広いこれは危険が大きいを意味していますそして泡消化剤に関しましては対アルコール泡を使用しなければいけません引火点は青丸11度となっています続いては第二石油類について第2石油類は引火点が21度から70度これに該当するものが第2石油類となります第2石油類の中でも重要な灯油と軽油のみ今回は解説させていただきます まず灯油は無色または炭黄色炭黄色というのは淡い黄色ですね軽油に関しましては炭褐色または炭黄色となっていますそして共通の性質としまして水アルコールに溶けない常温で引火しない霧状布に染みこませると危険性が大きくなるとなぜ危険性が大きくなるかというと霧状だったり布に染みこませると空気と触れ合う面積が大きくなります 大きくなると燃焼の一部でもある酸化反応これが起きやすくなるので同じく危険性も大きくなると認識していただければいいかと思いますそして第4類危険物の共通の性質でもあります不良動体で静電気に注意しなければいけません因果点に関しましては灯油が青丸40度軽油が青丸45度となっていますので合わせて覚えておいてください続いて第3石油理について 第三石油類は因果点が70 200から200度これに該当するものが第三石油類になります。この中でも重要な重油という物質今回はこちらに絞って解説させていただきます重油は褐色または暗褐色で粘性があります粘性というのは粘り気があるようなイメージをしていただければいいかと思います。比重が1より小さいいので水に浮いてきます水熱湯に溶けない 不純物の硫黄これが燃えると二酸化硫黄 SO2 この二酸化硫黄になりましてこれが有毒ですので燃やす際には注意しなければいけません。で日本工業規格というので1種2種3種と重油は分けられているんですが1種から A 重油 B 重油 C 重油と名付けられています。で重油に関しましては燃焼温度が高く消化が困難という特徴があり。 灯油経油同様切り状にしたり布に染み込ませると原性が大きくなってきます引火点は青丸60度から150度となっています引火点に差があるのは不純物硫黄だったりですねこのような不純物が入っているのでその量だったり種類によって引火点が変わってくると認識していただければ覚えやすいかと思います続いては第4石油類について第4石油類は引火点が200度 から500ののものが第4石油類になりますそして性質は重油と基本的に同じになりますので第3石油類の重要をしっかりと覚えておいてください。潤滑油、油切削油などがこの第4石油類に該当しますそのまま最後動植物油類動植物油類に関しましては因果点が250度未満のものとなっています。性質は重油と同じというようになっていますので重要ですね改めて覚えておいてください。 比重は1より小さいので水に浮いてきて水には溶けません色は無色となっていますで、アマニ油などの要素化の高い完成油は酸素と反応しやすく自然発火します今回ですね要素化完成油自然発火と少し難しい言葉が出ているかと思うんですけど要素化に関しては要素がどれくらい入っているかと考えていただければいいかと思います 乾性油は乾きやすい性質の油という漢字を書くんですけどそのままの意味です。乾きやすい油ですで自然発火に関しましては点火源ががなななくててももも自分自身が自分身然とと燃え出してしままうといういのののににりますすでで非常に危険なものですで先ほどの解説をそのまま言うとアマニ油などのヨウ素化の量が多い乾きやすい油は酸素と反応しやすくて勝手に燃え出してしまうとそれだけ危険な物質ですよというのを意味しています。 しっかりとこちらですね覚えておいてくださいそして最後に第4類危険物の指定数量について改めて解説をさせていただきます指定数量に関しましては第1項の方で一度解説していますが非常に重要ですのでこちらですね因果点と合わせた表になります覚えやすい方をですね使用していただければいいかと思いますので今回改めて第4類危険物の指定数量について一度解説させていただきます まず特殊因果物について特殊因果物の指定数量は50リットルで該当する危険物 GH レーテル二粒化炭素アセトアルデヒド酸化プロピレンとなっていまして因果点は青字マイナス45度マイナス30度マイナス39度マイナス37度となっています続いて第一石油類第一石油類は 非水溶性と水溶性これに分かれていてまず水に溶けない非水溶性からこちらは指定数量200リットルで水に溶けるものはかける2倍の400リットルとなっています水に溶けないものはガソリンベンゼントルエン酢酸エチルエチルメチルケトンこれが該当していてインカテンに関しましてはマイナス40度マイナス11度4度マイナス4度となっています。 水に溶ける水溶性に関しましてはアセトンとピリジンが該当していてアセトンの因果点はマイナス20度となっています続いてアルコール類これの指定数量は400リットルとなっていて今回メタノールエタノールのみ書かせていただいています因果点は11度と13度になっています第二石類も第一石類と同様水に溶ける溶けないに分かれていてまず水に溶けない非水溶性から。 こちらのインカテンは1000リットルとなっていて水に溶けるものはける2倍の2000リットルとなっています水に溶けないもの灯油、軽油、キシレン、クロロベンゼンが該当していて青丸、インカテン40度、45度、27から33度、28度となっています水溶ける水溶性は酢酸、アクリル酸、プロピオン酸が該当していて酢酸のインカテンは青丸の39度となっています そして第3石油類は、非水溶性が2000リットル、水溶性が4000リットルですね。こちらも同じく ×2 倍となっています。非水溶性に該当するものは、重油、クレオソウというニトロベンゼンで、重油の引火点が60から150度、クレオソウというは74度となっています。で、水に溶けるものは、グリセリンとエチレングリコールがあります。続いて第4石油類は、指定数量6000リットルとなっていて、ギャー油、シリンダー油、これが該当します。 最後、動植物油類は指定数量1万リットルとなっていて、アマニウだったりヤシウ、これが該当しております。以上で、一夜漬けオツヨ危険物取扱者の第8講義目、危険物の性質2について終わりたいと思いますで。試験までまだ時間があるよという方はですね、この一夜漬けシリーズをもう一度見ていただくか、猿でもわかるや、 耳で覚えるシリーズと併用していただけると合格率ぐんと上がると思いますのでよかったらチャンネル登録をして他の動画も見てください終わります最後までご覧いただきありがとうございました高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします